大田正隆11月11日帯は、日本の政治家、実業家、全横浜市会議員、神奈川県出身。1961年、日本交換鶴見造船所養成校に入学。1964年に、神奈川県庁に入庁し、働きながら1966年に、神奈川県立希望が丘高等学校定時制を、卒業する。 中央大学法学部通信制中退。1971年、神奈川県庁を退職し、横浜市会議員選挙に立候補するが落選。1975年に再び、横浜市議選に立候補したが、再度落選した。1979年、新自由クラブ公認で、磯国選挙区から横浜市議選に立候補し、初当選を果たす。 新自由クラブ会頭後は、横浜市会で、横浜自由クラブを結成。1987年の横浜市議選では、横浜自由クラブに加え、新歩党推薦で参戦を果たした。2001年、横浜市議を6期目の任期途中で辞職。第19回参議院議員通常選挙に、自由党公認で、神奈川県選挙区から立候補したが、惨敗した。二千三年、 横浜市議選に立候補し帰り先を果たす。2018年5月14日に立憲民主党入党が同神奈川県連から発表された。2021年1月5日、夏に執行される横浜市長選挙に無所属で立候補する意向を固めたことが報じられた。同年7月28日に立憲民主党を離党し、8月8日、 同市長選に立候補を届け出たことに伴い、公職選挙法の規定により、横浜市議会議員を退職。選挙では39,802票で7位にとどまり、協託金没終点にも届かず落選した。その後、自身の失職に伴い行われる予定の9月の横浜市議補選への出馬を表明していたが、2023年執行予定である。 横浜市議選への立候補を理由に9月3日出馬を取りやめると発表。ありがとうございます。